はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、カメラのお話になります。僕がカメラのね、お仕事を始めて、およそ1年半という感じになるんですけども、といってもね、半分ぐらいはこの世の中の状況で、動けてないようなね感じではあったんですけども、そんな中ね、僕がやってきたお仕事っていうのをねご紹介していこうかなと思います。でそれにね付属して、撮影方法だったり、作業内容、実際にお仕事をしてみて必要だった部分っていうのをね、ご紹介していこうと思います。で今回は、カメラといってもね、写真、スチル編になります。これからね、カメラをお仕事にしていきたいなというふうに考えている方に向けて、参考になればと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあね、まず僕が、受けたお仕事一つ目が飲食店での商品写真の撮影になります。結構ね、写真撮影っていうと一般的なのがね、こういったものになるかなと思うんですけども、やはりね、飲食店さんからの、作ったメニュー、商品のね撮影だったりとか、そういった物撮りと言われるものがね、結構多くありました。こういった撮影の時にね、使うレンズっていうのが、僕の場合だと 35mm から 50mm のね、レンズっていうのを使うことが多かったですね。で主にね、単焦点レンズを使っているので、F 値の明るい 1.8 とかね、そういったものを使うので、背景をぼかしたね、撮影みたいなのも多くありましたね。でこういったね、物撮りをする時に必要になってくるのが、やっぱりね、ライティングになりますよね。でライティングっていう風になると、やはりこういったね、照明機材っていうのが必要になってきます。で、物撮りの際っていうのはもう、例えばね、店舗さんの方に出向いて、撮影をするわけなんですけども、撮影場所っていうのは、お店の雰囲気もあってね、照明がね、弱かったりとかするんですよね。例えばちょっと薄暗い感じのお店だったりとかすると、そのまま撮影しようとすると光量が足らないんですよね。なので、こういった場合には必ず、照明っていうのが必要になります。で、物撮りのね、写真の場合だと、一般的にはフラッシュを使った撮影になるとは思うんですけども、僕はね、映像から入ってる人間なので、ちょっとまだね、フラッシュっていうのを使い慣れてないんですよね。なので基本的に持っていくのがビデオライトになります。でビデオライト、僕がいいなと思ってる部分としては、照明をね、こう照らすことによって、もう目の前に出来上がった映像、写真っていうのが存在するので、それをシャッターを切って収めるというね、結構個人的にはやりやすいんじゃないかなという手法で撮影しています。フラッシュを使うことで得られる効果みたいなのもやっぱりあるとは思うんですけども、それをね、なかなか僕はちょっとまだ慣れていない分、やはり目の前にね、出来上がったものがあった方が仕上がる写真っていうのもね、想像しやすいかなと思うので、僕の場合はそういった感じでビデオライトを使用しています。でそのライティングの効果によって、例えばこう食べるものだったりすると、こう艶っぽく見せたりとか、美味しそうに見せたりとか、そういった効果っていうのもね、望めるので、やはりこういった物撮り写真の時には、照明っていうのは必須になってくるかなと思います。あとですね、僕が受けたお仕事ではなかったんですけども、やはりその業界のトップでやられてる方とかになると、物撮り専門の方とかもね、見えるわけなんですよ。でそういう方々が撮影するものっていうのは、例えばこう湯気が出てるのを擬似的にね、写真なんですけど擬似的に煙を足して撮影したりとか、そういった方法もあるんですけど、僕はね、湯気を足すとこまではまだまだやれてないんですけど、そういったね、部分っていうのが必要になればちょっと考えていきたいかなと思っております。はい、じゃあ続いてのお仕事は建築写真のお仕事になります。建築写真、建造物ですかね、はい、のお仕事になると、比較的使うのはやっぱり超広角、広角のレンズですね、使用しております。ご依頼される内容としては、この建物をね、こう壮大に広くかっこよく撮ってほしいっていうのがね、言われるんですよ。でそうなると、屋外にしても屋内にしても広く写すっていうのが重要になってくるんですよね。で広く写すってことは、やはり画角の中に入るパースっていうのをね、しっかりと見せてあげるっていうのが大事かなと思います。実際にですね、現場に行って感じるこの空間の広さっていうのがですね、カメラを通すとなかなか伝わりにくいんですよね。なのでそれをうまく伝えたいということを希望されるところが多かったですね。やはり写真に落とし込むっていう風になると、このね、画角の中に
しか絵が収まらないんですよね。けど目で見てるこの壮大感っていうのは、まあ、上のね高さもあったり奥行きっていうのもね感じられますし、そういったものをやはり写真で伝えようと思うとなかなかレンズをね選ばなくてはいけないのかなというふうには感じましたね。でこちらね建築写真なんかだと、まあ、レタッチもね含めてのお仕事がねやっぱり入ってきます。先ほどのね物撮りももちろんレタッチあったりするんですけど、建築写真に関してはちょっと変わったお仕事がありますね。それに関して言うと、例えば撮った建物っていうのはもうすでにね出来上がって立ってるんですよね。でそれを外観をね写真で収めたりすると映り込んでしまうのが電信柱だったり電線っていうのが映り込みます。でそういったものっていうのをねこのレタッチもしくは加工の際に消さなければいけないんですね。まあ、余分なものっていうのをなるべく排除して建物だけをかっこよく見せるっていうのが重要になってきます。でそこで必要になってくるのがやっぱりフォトショップの、まあ、技術だったりとか、まあ、そういった部分もねやはり技術として身につける必要はあるんだなと思いました。であとね一個あるのが、まあ、やはりね撮影してるスケジュールっていうのがある程度限定されるんですよね。この日空いてるんでこの日行きましょうっていう風で決まったとしても、例えば天候が雨ですよとか曇りですよ、まあ、雨の日はちょっと避けたいですけど曇りですよってなるとやはりそれがね写真の中にも映し出されてしまうんですよね。ちょっと薄暗かったりって、そういう場合っていうのはやはり写真のね色調補正だったりとか、あとですね、空をね差し替えるっていうねこともありました。やはりちょっとどんよりした曇り空よりも真っ青な青空だったり、まあ、澄んだね空の中に雲が浮かんでるっていうような、そういったね空に差し替えるっていうパターンも必要になってくるかなと思うので、建築写真に関しては、まあ、撮影はもちろんですけど編集の技術っていう部分も必要になる案件かなと思いました。なので、まあ、個人的には結構ね作り込む場面が多かったなと感じております。はい、続きましてお仕事の方がねポートレート撮影ですね。まあ一般的に言われるのがねこちら多いかもしれないですね。ポートレートっていうのがね、まあ、主にね人物を撮影したりするわけなんですけども、基本的にまあ使うレンズっていうのが、まあ、標準域から望遠のレンズですねっていうのを使うことが多かったですね。まあ、やはりね希望される内容としては、まあ、一般の方がねご希望されることが多いので、背景をぼかしたいい写真撮ってくださいねっていう感じがあったりもしますね。やはりあのカメラとかね写真やられてない方からするとちょっと背景がぼけてる写真っていい写真だよねっていうのが一般的に言われてるので、まあ、そういったねご依頼になるのかなと思うんですけど、まあ一般的にいいと言われてる写真がそれであるんであれば、まあできたポートレートもやっぱ見てもらう人もやっぱ一般的な方が多かったりはするんですよね。そうなるとまあそのご期待に応えてあげるのがお仕事としては、妥当なんではないかなと思っております。ただまあ背景をぼかした写真だけじゃなくって、例えばね動いてるね一瞬を切り取ったような、まあ、スナップのようなね、撮り方をする場面もあるんですけども、そういう時はね、まあ背景をぼかしすぎると、まあ、情景っていうのが見えてこなかったりするので、あえて絞り値をね、高くして、まあ、背景もほんのり見せれるようなね感じに撮影するっていうね、まあ、構図も大事にしたような撮影の仕方っていうのも重要になってくるかなと思っております。でこちらのねお仕事に関して言うと、まあ、先ほどの物撮りだったり建物撮りだったりとまた違って対人になるので、撮影しているモデルさんの この良さっていうのをね引き出さなきゃいけないんですよね。そうなると重要になってくるのがコミュニケーション能力ですね。こちらっていうのがね一番難しいとこかもしれないですね。もうただ撮るだけでしたら多分、技術がある方でしたらもう本当に誰でも撮れるというふうになってしまうんですけど、対人ってなるとモデルさん結構かしこまっちゃったりするんですよね。そうなると、自然な笑顔だったりっていうのをこううまく写真に収めることが難しくなってくるので、そこはね結構会話をしながら撮影するっていうところが重要なポイントかもしれませんね。で先ほどね建築写真でもお伝えしたんですけども、これに関して もう屋外の撮影の場合もあります。そうなると天候に左右される時もあるのでレタッチの必要が出てきますよね。
あとまあね、晴れた撮影の際にもですね、気をつけているのが、まあ、日の光の当たり方ですね。一番見せたい表情っていうのが陰ってしまってはいけなかったりするので、まあ、日がねうまく当たるところにモデルさんをちゃんとねこう誘導して、素敵な顔がね、しっかりと残るような撮影の仕方っていうのを心がけておりました。で、まあ、ポートレート、まあ、とまあ同じような感じではあるんですけども、最近ですね一件ちょっとご相談があったお仕事としては、結婚相談所のお見合い写真ご相談がありました。でこれもポートレートとね同じような撮影方法にはなるんですけども、やはりちょっと気にしなければいけない部分っていうのが、まあ、なぜねその方は写真を撮りたいかというところが、まあ普通のポートレートとはまた変わってくる部分かなと思います。やはり人をねよく見せる、何かこう伝えたいという目的が結婚というところがあるので、その人のね素直な部分っていうのを見せなきゃいけないかなと思います。でまあこれもねレタッチする上で気になるねシミやそばかすだったり、そういった部分をね、まあ、ちょっとあの不自然にならないような形でね補正をかけたりっていうことが必要になるかなと思います。ただその人の良さを見せるということを考えると、例えば目を大きくしたりとか口を大きくしたりといった加工はちょっとこれはご法度になるのかなと思うので、お受けする際には僕はね、そういった部分は手を出さないようにしようかなと思っております。まあ、結局ねいろいろいじってしまっても結婚してからだとね、バレてしまうもんですからね。なのでそこはねやはり素直で、魅力のある部分っていうのをお伝えしようかなと思っております。はい、続きましてのお仕事がホームページの写真ですね。まあ、こちらに関しては、まあ、使用するレンズは様々です。まあ、先ほどね話をさせてもらった通り、まあ、依頼されるねジャンルも様々なので、それに応じた形で撮影をしています。ただね一つねそういったね商品写真とは違って、まあ、ホームページならではなとこあるんですけど、ホームページをね作成する中で結構、サービスの流れだったり、まあ、利用者の流れだったりっていうねそういったページをね作ることがあるんですよね。僕も一応デザイン事務所なのでサイトの制作もするんですけど、そういったページを作られる方は結構多くて、でその中で必要になってくる写真っていうのが、例えば受付をしましたよ、で次はここで待機しますよみたいな、そういった流れっていうのが、撮られる方多いんですけど、そうなった時に撮影で関わってくるのが、まあ、クライアントさんにね演じてもらうことが多いんですけど、クライアントさんに、まあ、演技指導とまではいかなくても、まあ、ある程度こう誘導して、指示することが必要になってきます。例えばじゃあここに立っていただいて、じゃあお客さんはこちらでお願いしますとか、そういった形でね、まあ光の位置だったりとかアングルっていうのを考えながらこちらからうまく指示することが必要になりますね。でそうなるとやはり対人として接するので、まあ、コミュニケーション能力っていうのも必要になる部分かなと思います。はい、まあ、僕が受けたねお仕事っていうのはそういった感じになるんですけども、ちょっと受けきれなかった、まあ、スケジュールの都合でね受けれなかったお仕事っていうのもあるので少しだけ紹介しておきますね。先日ねご相談いただいたお話だと、お子さんの運動会を撮影してほしいというふうに、ご相談がありました。でこれに関して言うと、まあ個人的には結構ハードルが高い案件なのかなと感じております。まあ、何よりもやはりね初めて会ったお子さん、まあ、親御さんのお顔を覚えなければいけないというところもありますし、特にねお子さん、まあ、たくさんのお子さんの中で動き回ったりするので追いかけなければならないんですよね。そうなると見失ってしまったりとかもするんですよ。僕もね、子供がいる身なんですけども、自分の子供を探すのも結構大変でして、それをね、やはり初めて会ったお子さんを追いかけて撮影するっていう風になるとかなりハードになるのかなと思います。で特にそういった運動会なんかだと、まあ、他の親御さんもねたくさんいて、だいたいいいポジションで撮ろうっていうのは、まあ、カメラマンも一般の方もだいたい同じようなところ行くんですよね。でそういったところでやはり欲しいアングルで写真が撮れないっていうね、ポジション合戦に勝てるかっていうところも、大事かなと思います。特に動きのある場面っていうのが多いので、まあ、連写機能だったり、あと速写性ですね、こういった部分もかなり重要かと思います。でレンズに関しても、まあ、ズーム比の広いものが、必要になりますね。やはり単焦点なんかでねレンズを変えている時間っていうのはもうほぼないので、ズームレンズ、まあ、比較的ズーム比の広いねズームレンズっていうのをね持っていく必要があります。
僕もね、自分の子供を撮影するときに感じたのが、まあその運動会などをやられてるね、場所の広さにもよるんですけど、200ミリでは足りないと思いました。物理的にね、人の後ろからしか撮れない場面っていうのも出てきてしまったりするので、そうなると、やはり300ミリぐらいのねレンズっていうのが必要かなと思っております。でそうなるとやっぱレンズも大きくなるので、体力も必要になりますよね。はい、ということで、長々とお話しさせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、僕がね、今まで受けてきたお仕事っていうのはこういったことがメインになっております。で、同じね、写真の仕事といえども、やはりこう撮影方法だったり編集内容だったりっていうのは様々変わってきますよね。なのでね、環境に合わせた対応っていうのが必要になります。撮影現場ではやはり予定しなかったイレギュラーなことっていうのも結構あるので、それにね、臨機応変に対応できるかっていう対応力っていうのが、まあ、一番ね難しい部分なんじゃないかなっていうのを今までお仕事をしてきて、痛感しておりますね。でこういった仕事をやってくると、やはりどれか一つだけ得意な分野だったり、どれか一つだけできるというようなまあ、お仕事っていう風になってくると、なかなかね受けるのが難しいんじゃないかなと思います。もちろん一つのことにね特化した撮影でお仕事されてる方っていうのもいるとは思うんですけども、やはりそういった方々も最初はいろんな仕事を経験して、その中でまあ取捨選択をしながら今のお仕事に特化して落ち着いてるという方がほとんどかなと思いますので、まあ、最初に関してはやはりマルチにね撮影できてこそ、一般的なお客様からのご依頼っていうのをまあプロとして受けることができるんじゃないかなと思います。で先ほどもね話しましたけども、どの仕事もやっぱ一つ言えるのは、まあ、技術はねもちろんなんですけど、まあ、基本的にはね、人対人のやり取りがメインになってくるので、モデルさんなりね相手の良さをね引き出すコミュニケーション能力っていう部分も、まあ、カメラマンとしてはね重要になってくる部分かなと感じております。はい、こちらが僕のねお仕事をしてきた内容になりました。これからねカメラの仕事をしようとしている方に向けて、参考になりましたら幸いでございます。ということで本日はカメラのお仕事のお話ねしていきました。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではではミッチーでした。バイバイ。あ、次回は映像編のお話をしていきます。You're crazy for saying I should slow down.